なんだと。私はドラゴンの女王だった。話は今から約400年前に遡る。このイシュガルにドラグノフという王国があった。また西の大陸で人間が襲われたらしい。ドラゴンにか。お、西のドラゴンどもには知性というものがないらしいからな。ケンリュウ・ベルセリオン様、視察から戻られたのですね。西は想像以上に厄介なことになっておるな。アイリーンはおるかね。は、女王様なら中庭の方に。アイリーン、ベルセリオン、戻りましたの？顔色が優れませんわね。西のドラゴンは人を食い尽くす。やがて我々の住むイシュガルにも来るだろう。もはや止められんかもしれん。ドラゴンが人を食らうなど。イシュガルではそんな思想自体があってはならぬ。我々は人間と共に歩んできた。ええ、人間もドラゴンの知識と力と共に歩んできたのです。本来人とドラゴンは共存できるというのに。西のドラゴンの思想が海を渡ってきたら、人とドラゴンの関係は壊れてしまうのでしょうか？そんなことはさせんよ。人間は我々が守る。これが後に竜王祭と呼ばれる戦争の始まり。そう、ドラゴンの優しさから始まった戦争だった。400年前だと。その姿で。その辺はおいおい話す。面白くなるのはここからよ、エルザ。それに、ドラゴンスレイヤーのおチビちゃんにとってもね。私の国は代々人とドラゴンが共存し共に歩んできた国。イシュガルにはそんな国がいくつもあった時代だった。女王様、これは一体。これは不可術、エンチャントと言います。木の棒に鉄以上の高度を与え、一時的に能力を高めているのです。すげえ、これでドラゴンたちを強くできますね。この戦争勝てるぞ。戦況は芳しくなかった。西のドラゴンの物量に加え、イシュガルでも人との共存を望まぬドラゴンが敵対したせいもあった。
アイリーン。ベルセリオン。負ける。そう、ですか。人間を守りたいという気持ちは、今でも変わらぬ。たとえ、どれだけの同胞を失っても、これだけは。なぜあなたは、そこまでして人間を。昔、命を助けられた話はしただろう。今は亡き、先代にだ。いいえ、その恩には十分に報いたと思います。私に仕え、人のために戦え、それでもあなたは、なぜ？アイリーン、お前を守りきるまで恩を返せたとは思えない。私は、生涯をかけて。ベルセリオン。うん。私にも戦わせてください。何をバカなことを。敵は人間ではない、ドラゴンだ。人の力では何人束になろうとドラゴンには勝てん。ある秘術を思いついたのです。あなたのドラゴンの力を私に付加できないでしょうか。ドラゴンの力を人間に。悪しきドラゴンと戦う力、滅竜魔導士ドラゴンスレイヤー。お前が編み出した魔法だと。そうよ、私はドラゴンスレイヤーの母。人にドラゴンと戦える力を与える作戦は成功したと言えよう。多くのドラゴンスレイヤーが誕生し、戦況はこちら側に有利に傾いた。だが、その大いなる力は人間の体を蝕み始めた。力を抑えきれず凶暴化する者。ドラゴンの視力と人間の三半規管の認識のズレによる極度の酔い。そして、アイリーン様、そのお顔が。え？人間の体内で成長する竜の種。それは人をドラゴンへと変えるドラゴンスレイヤーの最後。この時、私の腹の中にはそなたがいたのよ、エルサ。エルザ、お前の父は隣国の将軍だった。人間同士で領土争いをしてた頃の政略結婚というやつだ。無事か、アイリーン。何度見ても凄まじいものだな、滅竜の力とは。あれは無念、もはやここまでか。ベルセリオン。アイリーン、お前を守りきれなかった人とドラゴンの共存を。
彼とはいくつもの戦場を共にかけ、ベルセリオンの最後も共に見とった。戦争はアクノロギアの登場により勝ち負けもなく終結した。数えきれないほどの死者を嘲笑うかのようにアクノロギア一人が勝ったの。そして終戦から一週間。寄るな、化け物！切るぞ！私です、アイリーンです。この顔もきっと治ります。だからこやつもアクノロギアのようになるぞ！なりません！私はドラゴンを愛しています！ならば人類の敵だ。知っとらえよ！この醜い竜女を幽閉せよ！やめてください！お腹の中にはあなたの子が。なんだって？それじゃまさか将軍の子。俺に化け物の子供はいない！それからの私の人生は惨めなものだった。拷問、暴力、恥ずかしみ、そしての処刑の日時が決まった。どうかどうか、お腹の子供だけは。たわごとはいい加減にしろ。3年も生まれぬ子などいるものか。これは魔法をかけてあるのです。こんな場所じゃ埋めません。子などおらぬ。今すぐ腹を裂いて確かめてやろうか。見ろ、アクノロギアと同じだ。人類の敵。化け物よ。何の音だ？牢の方だ。大変だ、三騎将軍が。急げ。竜女か。よくもランク将軍を。私は人間だ、私は人間だ。こんな体は嫌だ。人間に戻りたい。誰か数百年が過ぎた。エルザ、お前が腹の中にいたまま、人気のない山奥で我が体の呪いを解く方法を探し続けた。そんなある日。まだドラゴンがいたなんて珍しいね。誰？いや、君は人間かな。それが陛下との出会いだった。彼は魔法の天才だった。私が数百年かけて成し得なかったことを
いとも簡単に。姿だけだよ。残念だけど君はもう。いいえ、構いません。私はこの姿に戻れただけで幸せすぎて。だがその異変はすぐやって、食べても食べても味がしない。姿だけだよ。君はもう。私は人間だ。人間だ。人間だ。この子を人間の子として産みたいのに、人間の子と。だが失敗した。我が子への孵化術など不可能だった。だからもう興味もなくなってな、ゴミのように捨てたわ。小さな村の片隅に。それがローズマリー村か。村の名など忘れたわ。エルザさん大丈夫だ。産んでくれたことには素直に感謝せねばなるまいな。いらないわ、ゴミの感謝なんて。自分の子になんてこと。それと捨ててくれたことに感謝する。そのおかげで私は本当の家族に出会えたんだ。